ね、佐賀県では武雄温泉に初めて伝統がついたんだって。これ明治11年の3月25日、そして続いて武雄温泉にやってきました。これがね、よくガイドブックで見る楼門。曜日によってはね、上に入って彫刻が見られるそうで。いかがわしいお店とここもなんかセットになってますね、うん、ちょっとね昔の遊郭街ね歩いてみましょうね。竹雄はね割とコンパクトで見れそうですね。ねあそこなんかレンガの壁が残っとる。あのねバイパスされてね、レンガの壁、わかる？ね、竹温泉。この辺が、うん、この辺が、昔はこうやってバスも来よったけど、今は来てない。ね、昔は外国人がね、たくさん来てたんで。この敷地じゃない？これってもともと何かあったじゃない？温泉の敷地が。これ温泉の敷地？結構古いよこれ。あ、ここお寺だ。上はお寺。あ、上はお寺なんだ。ここまでは温泉の敷地や。あ、もう何もないよ。昔はでもそうやない？昔なんかあったみたいよ。ねえ。そしてこっちか。遊郭街。この辺は遊郭街だったっていうのは聞いたよ。ああ、ここが遊郭の天行旅館で、まだ今も泊まれます。これ有名。私もちょっとそのうちここは泊まりたい。中がすごいっちゃね、ここね。ちょっといいな。これ建て替えになってるからちょっと遊郭っぽくないけど、この建て替わる前が遊郭だったそうで。これがさっきの白鷺荘のこれ裏側で、すごいねここは。ここはねちょっと泊まる価値がありそうな遊郭ですよ。なんかあそこもすごいね、作りがなんか窓とか照明。これもったいないね、もう廃墟になってるよこれ。廃ホテル。ちょっと裏の方歩いてみましょうか。これは何？本当やね、中が見えんけんわからんね。でもすごい作りこれね。何やったっちゃろうね。なんかすごい家がいろいろあるね。お寺も多いんだってここは。昭和の結構古い作りやね、かなり。これ名前なんて呼ぶの？蓬莱？蓬莱町だって。あ、本当だ。これ新しいね。そうなの？建物は相当古いね。
ここもだけもともと商店街とかが、あーこれもね、こっちが商店街、うん、お寺が多い。しかも古いよここは。うん。これも昔なんかお店やったとかいいんだね。これ。白壁のお家、ここが商店街、ああ上にね提灯みたいなのが、もうなかなかないよこの電話。昔の若い時はねこれだったんですよ、テレフォンカードで公衆電話、これね、そっかここがね書いてあるね、長崎ガイドね、ほんと静か。もともとあの霊園を中心にこの町が、まあ、いわゆる歓楽街で、うん、で周りに旅館があって飲み屋があってっていう、へえ、あーあ、なんかねえあれ、しかもさこれ文字右から読むよ、水月堂菓子店知っとる？なんかこれいいね、レトロやん、めちゃくちゃ。これここさ飲み屋街も全部もう一緒になってるね、スナックとか、スナックとか、うん、ホテル泊まって旅館泊まってこの辺で飲んで遊んで、うん、こういうところで商売っていうのは常連さんしかない。だけど静かすぎるね、なんかあもう閉まっとるやん、後ろに比べたらほらいまいち、うん、ほんとやね、ちょっと雰囲気がやっぱ違うね、うん、でもそこそこお客さん来とっちゃうね、まあ温泉入りに来とっちゃろうね、あそこみたい、なんかすごい建物、それ長崎ガイドはこっち長崎ガイドって別にまっすぐなわけじゃないんだね、これってさ絵になってんの遠くから見たらなんか汚れとうかと思ったけど、これって何屋さん、これすごくない、バーパブスナックとか、これって何のねよくわからんね、アートか、ねえねえここら辺も古いね、これあこれ旅館か、わすごい、これへえ、竹吉本町って書いてある、鍵型道路だってよ、長崎ガイド、これえそっち、あなんか古い建物があるよ、大正時代ぐらいのやつかな、これがもともと長崎ガイド、うん、あうんうん、これはなん
か元病院とかじゃないの？病院だよね。ね、病院っぽいよね、これね。建て方が。そのまんま残っとるね。いい感じな。これ料亭ってよ。うん。やろ。あ、でもなっとるね。本当人がまだ歩いてない。街中案内ちょっと行ってみよう。これでもさ、やっぱ佐賀牛美味しいもんね、うん、福岡とかでもね、可能性あるけど、これだって駅弁グランプリ優勝、しかも8、9、10回そうよ、3年で、すごいね。さ、夕方ね、いい時間になってきました。竹はね、ちょっとね、またゆっくりとね出てきたいと思いますよ。どうせね、竹の遊郭止まらない関係ね。うん、だからそれは右山のあれとセットで、そうやね。この上は何もないの？もう、うわ、昔遊園地だったけど今は遊園地？こんなところに、へえ。